ラジオガガに続いて2曲目に演奏された。この時のユニゾン部分での7万2千人もの観客によるクラップが話題を呼んだ。ちなみに2018年に公開された映画ボヘミアン・ラプソディにおいてもこのライブ演奏が再現されている。1992年4月20日にウェンブリー・スタジアムで開催されたフレディ・マー・キュリー追悼コンサートでは ポーリアングが他のクイーンのメンバーと演奏した。2002年にバッキンガム宮殿の庭園で開催されたパーティーアットザパレスで演奏された際はロジャーがボーカルフィル・コリンズがドラムスを担当した。また2005-2006年にはクイーン・ポール・ロジャースツアーで演奏された。2005年2006年のツアーでは冒頭をテープに合わせてロジャーが歌い途中で ポールが歌い継ぐところで、ロジャーがドラムスに戻っていたが、2008年のヨーロッパツアーでは、最初からロジャーはドラムスに徹し、すべてポール・ロジャーズが歌っている。エンディングのギターソロは、ブライアン・メイのスライドギターが聴ける。ラジオがガラジオが、が5時47分アイゴー・クレイジー、アイゴー・クレイジー3時42分ラジオがガラジオが、が6時50分、ラジオがガラジオが、が6時アイゴー・クレイジー、 愛号クレイジー3時42分。ありがとうございます。